ミルワーカー休み時間ラジオ井上真でございます。直美ゆきさとです。さあ今日はゲストの方に来ていただいてます。この方です。こんにちは、フードトレーナーの三戸まりです。三戸まりさんでございます。声のご出演ということですけれどもね、これあのサブアカであの適当ラジオなんで、もう何も適当に喋っていただいてということですけれどもね、あのありがとうございます。いやいやコラボさせていただいて今日ね朝出てるんですけども、よいしょ、皆さんね、受け取っていただけましたかね、どうですかね。いや面白かったですよ、ありがとう。食のフォーメーションということでね、ねえ、なんかあの日曜あたりはあの、はい、寒くなるみたいなんで、はい、ぜひちょっと意識してね、あの見ていただければなっていや、もう三戸真里さんもやっぱりサッカーいい意味でサッカーバカなんだなっていうのが伝わってくるね。なんか非常にミルワカ的なコンテンツになんか無理やりしていただいてありがとうございました本当。もう大真面目にね、あのメンバー招集させていただいたんで、はい、どの選手もあの自信持ってご紹介できる、はい、はい、食材をフォーメーションに例えてね、あの攻め方で、あの第一節は VS 冷え性ということで、はい、冷え性にいい三笘ジャパンをね選出してもらったわけですけど、はい、三笘さんは普段はフード、トレーニング、はい、トレーナーとして、はい、フードトレーニングをあの選手の方たちにですね、あのお伝えしてるんですけれども、はい、はい、今日もねあの試合が何試合かあるので、あ、そうですね、ね、はい、どっかにいるんですか今頃は。そうですね、土曜日は土曜日は行かない、日曜日かな、はい、はい、日曜日は出かけます。どこ、基本どこにいるか分かんない人ですもんね三戸さんね、 Vlog 見ても、はい、そうそう、地球に住んでます、ね、お出かけ飯とかもやっぱりあれですか、意識して食べ分けたりするんですか。はい、まあ、飛行機移動、新幹線移動でも、はい、お家から持って、機内食自分で持参することもありますし。すごい、フィッシュはビーフ、ノーマイフードって言ってるんですか。そう。そうですか。よく、CA さんに、はい、はい、今日のお弁当美味しそうでしたねみたいな感じで声かけていただけます。それ Vlog とかで見れますもんね。そうそうそう、話しかけていただいてね。娘ちゃんとお料理してるのとか微笑ましいですもんね。いい子に育つな、はい、こんなお母ちゃんがね、いろいろ詳しかったらですけれども。はい、むしろね、向こうの方の娘の方が、はい、いろいろ吸収してて。私はカルシウム必要だからお魚とキノコはね、みたいなこと言ったり。うわ、何歳でしたっけ。何歳すげえ末恐ろしい。選手にはミニミトちゃんって言われてます。今日ミニミトちゃん来るみたいな闇に来るみたいな言われてます。あれでしょ、チャンネルのミタちゃんって言ってるのはミニミトちゃんでしょ。さすが、なのかなと思って、ぜひミトちゃん聞いてくださいね、皆さんね、見てくださいね。はあ、遠征とかでスタグルとかも食べるんですか。はい、スタグルも、この前も山口行かせてもらった時に言ってましたね、ツイート見ましたけど、はい、そうなんです。タコライス、はい、タコライスと、あとなんか山口で、ちょっと甘味みたいなのが売ってるコーナーあって、はい、いちご大福食べました。それは味覚食欲に任せて食べることもあるんですね、もちろん。そうです、まあその時になんかちょうど レノファの、はい、マスコットが映ってるどら焼きがあったんですけど、はい、ちょっとそっちはミルクが入ってるんで、はい、私もノーミルクやってるから。そっか、あえてのノーミルク。そう、なんで大福の方にしましたけど、ノーミルクといえばさっき先生と三戸前さんがオフで喋ってる会話がすげえコンテンツだなと思って。これ、ね、どの選手とかはね、これちょっと言えないですけど、この間選手の悩みを聞いたら、こうこうこうでって言ったら、先生がね、食のこと相談されたんですって三戸前さんが言ったら、先生が、いや、その選手はこうこうこうで、こうこうこういう課題があって、こうこうこういうこうデータがありますから、こういうのが課題ですねって言ったら、あ、っていうことはこういう食材で、こうこうこういう料理で、こういうこうこういうの提案したらいいですかねみたいな。いや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 、録音させてと思いました。いかがですかお二人、その辺の。楽しかったですね。ね、なんかでも本当足がつるっていうテーマだったんですけど、話にさせてもらったのが、うん、足がつるにもやっぱそのスプリントがいっぱいして足がつるのと、はい、その先生ご指摘いただいたみたいなターンが多いとか、はい、そういう、うん、何で足がつってるのかっていうので、やっぱその体力面なのか筋
力面なのかとか、素朴な面なのかとか、その、どういう角度でアプローチし、足がつる対策をアプローチしていくかっていうのが、こう、私の頭の中でこうできたので、すごい整理できました。なんかこれまあ、これも今の選手とは全然別の話で、僕昔ちょっとお話しした選手がいて、その選手でもあったのが、両サイドハーフ、いわゆるウィングみたいな位置をやる選手だったんですけど、なんかその人はなんか、とある時になんか釣るんだみたいな話をやっぱされていて、で、ただなんか釣った日なんか、たまたま聞いたんですけど、僕データで調べてみたら、左サイドやった日で限定だったんですよ。よく見てみたら。ほう。右の時はあんまり釣らない。そう。だから、いわゆるその時やっぱりほら、左からだと左足からのクロスがちょっと出てきたりだとか、多分なんか色の重心のかけ方とか色々違うと思うんですけど、だから、ある意味そのデータで解決できる時もあったなぁなんてこともあったので、なんかやっぱそういうの出てくるんだなぁなんて思いましたね。ちなみに足釣るのにいい食材とかっていうのはあったりするんですか？はい、それこそ、メンバーにも招集してたホタテとか、はい、アサリとか、貝類とかは結構、あとワカメとか。何に効くんですか、栄養素が？栄養素が、はい、マグネシウムと、マグネシウムをいっぱい取りたいんですよ。マグネシウム亜鉛。これをいっぱい取って、まあ、栄養を運んでいくっていうのがすごく大事になって。栄養を運んで、プラス、ボールも運んで、みたいな。そうです、いいなぁ。この二人の会話ちょっと普通に面白かったですけどね。この二人が喫茶店で普通にそういう話してるのを撮りたいです。ラジオ番組みたいな。あちらでお話の二人は、データマンの佐藤さんとフードトレーナーの三笘さんですねっていう。ニューチャンネルが出来上がっちゃいました。そういうラジオ番組僕あったんです。好きだったんですよね。なるほど。なんかお互い聞きたいこととかあるんですか、これスペシャリスト同士。いや、もう、面白いですよね。もう、いろんな、この戦術だと、こういう食べ物とか、なんか、いろいろ話したいですね。いや、そうですね。これ、僕も実際、もうこれね、朝として、あと、明日ね、三笘さんのチャンネルの方で、2節、はい。大一番編ってのが出たりするので。大一番戦うときには、どういう食材のフォーメーションがベストイレブンなのかっていうね。そうなんですよね。それも出ますけど、まあ、それもね、見ていただければなんですが、やっぱね、どの、いわゆる食材がどういう効果があって、で、どの食材とどの食材を有機的につなげたら、まあ、こういうレシピになるから、それ食べるといいんだよね、なんてことがやっぱりわかるっていうのが、すごい面白かったなって感じますから。いや、なんかその、この効果は、例えば冷えだったら、はいはい、この食材がいいよみたいな、ポンって投げることは簡単なんですけど、はいはいはい、その自分の献立とかレシピに落とし込むっていう、その実生活に落とし込むっていうのは、うんうん、そこで止まっちゃうと意味がないなと思って、うんうん、だからやっぱレシピ、自分の身近で食べれそうな、イメージできそうな、作れそうなレシピみたいなの。うん、で食べてもらわないと始まらないんで、知ってるだけじゃやっぱり、はい、費用対策できないから、ね、はい、やっぱその実践してもらえるっていう一番大事かなと思います。なんかだからコメントとかでね、その成果とか、こんなんしましたとかっていうのね、ツイッターとかでね、もうね、いただけたら嬉しいですよ ね、 ね、これやりました、作れこうね、や、はい、ぜひ、うん、あと、今後あれですよね。もう一応次のね、第3節、第4節のものとか考えたのはあったけど。節で区切ってくんですね、これね。そうそうそう、サッカーなんでね。もう第2節、サッカーなんでね。サッカーになぞらえたね。そうなんです。はい、まあ、第1節はね、FC 比叡っていうね、チームでしたし、第2節の相手はね、AC 大一番っていうチームでもありますけど。だからあとはね、第5節以降の話とかね、はあ、こういうテーマでちょっと惜しいですみたいな、ね、そうですね、課題悩みとかもいただけたら嬉しいなと思います。5月病とかさ、そうっすね、でしょ、失恋とか、失恋に効くレシピとかあるんですか？失恋で、まあ、こっちで分解して、ね、そうですね、悲しみをね、抑えて悲しみを出し切ってしまうみたいなね。なるほどね、アプローチもね、できますから。なるほど、いろいろできるわけですね。はい、出発力とかはもちろんあるけど、その脳みその瞬発力みたいなのもね、やっぱ知的労働されてる方はとかもあるし、そうですね、ね、モチベーションとか、モチベーション、ね、大事ですね。コメディアンって何食べたいんですか？面白くなりたい。面白くなりたいっていうか、ね、コメディアンはやっぱダメージに強くなりたいんですよ。面白いかどうかはこれはね、自分次第っていうかとこもあるから。
打たれ強いってことですね。打たれ強い。あ、でもまあできればアイディアとかタフさとアイディアを兼ね備えたいっていう意味で言うと三笘さんどうしたらいいですか。お二人データの面からも想像力を高めるとかってことですよね。要は表現力だったり、はい、はい、あとは大一番のは僕取り入れようと思ってますよ、やっぱり。そうですね、あとはやっぱもうまずはそのいらないものを出すっていう、一回こう話しにしていらないもの出す誰が今までのキャリアいらないんですか、いろいろやってきてるのに頑張って涙をちぎりながらやってきてるの、 なんてこと言うんですかどういうことどういうこと、デトックス的な、デトックスしてやっぱりこうスペース作らないと新しいあの栄養素が入ってこないから、お確かに芸人さんとかってこう溜まってるイメージですよ、悪いもんが。なんかこうね、あのいろいろ受け止めて受け止めたまんまこう処理できてないものもあると思うんで、じゃあこう循環のいい体にどうしたらいいですかね。それはもうね、あやっぱ腸内環境をまあ整備していくこと、困ってるもの全部出して、で腸がすっきりすると腸の相関って言いますから、はい、あのお腹と脳が一緒にすっきりしていくので、そしたらこう繋がってんですもんね。そうなんですよ。だからそしたら脳でいい思考判断力、あのいい展開が思いつくんじゃないかなと思って。どんなん食べたら腸内環境良くなるんですか。腸内環境はいろいろありますよ。あの今日あの、うん、VS 冷えで出した、はい、大根とか白菜も白菜、はい、腸内環境良くしたりですとか、あとリンゴ、リンゴ1日1個リンゴとか食べると、1日1個リンゴがいいって言いますもんね、うん、はい、ちょっとやってみようそれ、1日1個リンゴ食べて、はい、ありがとうございます。いやでもちょっとお二人がつながったら面白いんじゃないですかこれ。ね、なんかもっとねいろいろこれやりたいですよね。選手とデータマンとフードトレーナーってなんか面白いんじゃないですかこれ。やりたいね。アベンジャーズ、ね、問題解決アベンジャーズできんじゃないのかこれ。できることありますか。いやなんかあったら。そこにコメディアンができること一個もないっすわ。ちくしょう。リンゴ食べてデトックスするぞ。スペース作ってね。確かにね。なんか2人が選手の悩みに答える番組が見たいです俺。やりたいね。あでその MC をまさも。いやいや俺いらないです。邪魔です。MC だけはふざけちゃうから。ふざけちゃうから。じゃあまさ編集の方だけ。お任せください。バカ野郎。バカ野郎。やるよ。アップロードしていただいて。リンゴかじりながらやるよ。まあでもそれはニーズあると思うな。やってみたいですね。ねえ、なんかこう育成世代というか今からこうプロを目指してる子とかもね、いいですね。なんかお客さんがサッカー好きの皆さんが見るコンテンツとしてすごくなんか面白いと思いますね。食材の知識もあるし、選手本人が気づいてないデータとかさ、選手本人が、あ確かにそうです、あ意外とそうですかって時に三笘さんが、でしたらこちら の食材もみたいな、あそうですねなんつって、で30分喋って一つのメニューが出来上がっていくみたいな、いいですよね。いいんじゃない。なんか我々もね、この間というかあの一昨年ぐらいからいろんな選手の皆さんにもインタビューさせていただいたりもしてるけど、あの多分その肺活量とかそういうなんか体のデータの方って多分チームとかドクターの方から聞いてるのかなって思うけど、意外とスタッツ系のデータとかはあまりね夜存じ上げてないことの方が多いなってのがあったので、もしかしたらそっちから分かること、あのリザルトデータの方からってもやっぱりあるから、なんかそこからこう噛み合わせられることもあるのかなって思いますよね。いいじゃん三笘さん。いやめっちゃいいですよね。な説得力もあるし、実際のデータね、データがこう言ってだからって。スタッツ&フードみたいな。ああいいっすね。超いいじゃん。で選手も顔出さなくて、23歳ミッドフィルダー。僕の悩みは。第1回だけ僕が仕込みでやりますから。足がよくつるんですね。おいね、あんまりで左サイドの時だけ釣るんですよ、右もやるんですけどなんか出てますこれみたいないやーやりたいですね。ちょっと出てくださる人いないですかね。面白いですね。学生さんとかでもいいじゃんね。ねえそうだよ、そうだよ、大学生、高校生、ね、でも本当最近大学生でもすごい意識高いんで、
そうですよね、はい、連絡来ますよ、 DM とか来ます。すげえ。あ、もう初見で見ましたか。はい、全然、はい、本読めましたとかで DM いただいて、で、自分は、はい、そう、自分は試合の時こういうとこういう風になっちゃうんですけど、何かこう食で解決できることありますかみたいな。すげえ。これ、うん、サッカー選手に限らないでしょ、ミトマルちゃんやってんの。はい、はい、女優さんもやってる。すいません、私、郵便局員なんですけども、あの3丁目の角を左折するときだけ足がつるんですね。トラウマだよそれ。これなんかないですか、これ食材でどうにか。確かに2年前にそこで転んでるんですよ。それだよ。それでもそういうことじゃないと思うんですね。ちょっとね、これ聞いてくださる方、ぜひ三笘さんまで DM ねもらったら。郵便局員どうやってそこで釣ってんだ。スーパーガムのギアチェンジでですね、上に上げるんですね、つま先を。その時にね、かかとがね、ちょっとつるんですよ。何が原因ですかね、あれね。面白いな。ギアチェンジ関係ないと思うんですけどね。でも一生懸命お仕事してるからですね。ああ、ね、そういうことです。ちょっと褒めてくれるとね、ほっとしますよ、確かにね。なるほどね。いや、面白い、ちょっと、三笘さん、今後とも。中でもよろしくお願いします。面白いですね。プロ2人がこう集まるといろんな企画というかね。いや、プロ3人ね。プロ3人ね。何ですか？プロ3人いますから、ここには。なんかプロって言われるとちょっとね、嬉しい反面落ち込む時もあるんですよ。なんで？芸歴下げる芸歴。一番プロだろ。それこそ。企画がいっぱい。でもやっぱサッカーというね、コンテンツとファンの皆さんがいてくださるから、いろいろやっていきたいですね。うです、うん、ただね、栄養素伝えるだけじゃこう、まあ、しゃらくさいっていうか、なんかこう、わかんないよみたいになるじゃないですか。ね、なんかカルシウムがどうだからって言われても、魚食べないけど、ね、お魚血を作るからって言われたら、あ、そっかって思う人もいるかなと思うんで。それで、あんな選手みたいに輝けるのかなってなったらね。うん、それはすごい、食育としてもすごい優秀ですもんね。そんな風に教えてほしかったですよ、ちっちゃい頃から。サッカー好きの子ね。ね、変わると思うわ。うん、確かに、うん。ちょっとやっていきましょう、いろいろ。まずはこの食のフォーメーションをね。まずはね、やっていきましょう。我々のフォーメーションも決まったんですよ、実は皆さん。喋ってるうちにね、役割が。もう探り探りだったから、すいません。第一節、二節はね、キャラクターも、立ち位置もちょっと探り探り。パイロット版ですから。でしたけど、第一、二節をね、終えて分かってきたんですよね、井戸さんね。そうですね。そうですね。はい。もうちょっとこういう感じで、立ち方でいきましょうとかね。はい、そうですね。3節以降の我々のパス回しに注目ですよ、これね。また注目いただきたいですね。ええ。ねえ、もう本当、強いですよ。大丈夫。今後ともお願いします。よろしくお願いします。ちなみに3節の VS 相手は何でしたっけ、花粉症です。花粉症、お悩みでしょ。ね、三笘監督が招集してくれますんで。うん。バッチリメンバー揃えてまいります。わかりました。お願いします。というわけで、こっちにも参加してもらっちゃって、三笘さんありがとうございました。ありがとうございます。ね、今後とも一つよろしくお願いします。そして三笘チャンネルね、概要欄からぜひ。お願いします。三笘さんの Vlog、そして普段いろんな知識とか、生活の模様なんかもおしゃれにまとまってますんでね。そこに我々見る若も第2節で、明日そうですね。日曜日公開だ。はい、そう、それ忘れちゃいけない。お邪魔しますんで。はい、そちらもぜひ見てください。はい、第2節の IT は VS 大一番でございます。それでは、ありがとうございました。井上真理でした。ノービル佐藤でした。そして、フードトレーナーの三笘真理でした。ありがとうございました。じゃあね。また明日聞いてください。バイバイ。